アドリアナ・カランブーは、スロバキアのファッションモデル、俳優、実業家、ギネスワールドレコーズに世界一脚の長いモデルとして認定されている。1971年、スロバキア人の母とチェコ人の父の間に生まれる。プラハカレル大学医学部に通っていたが中退。1992年に21歳で、モデルデビューし、1998年には、t v シリーズ、 ユトラッシュに出演した。2004年、ジャック・ベイスネスイ・ネス,イネストレイス・ジーナ・ナデジで映画デビュー。1998年12月22日にニューカレドニア出身の元フランス代表サッカー、選手クリスティアン・カランブーと結婚。2004年のアテネオリンピックでは聖火ランナーも務めた。フランス赤十字新全大使としても知られる。2004年パリモーターショーにて自身が 神前大使を務める赤十字に鈴木からグランドビターラが送られることになり、授与式ではプレスコンファレンスの会場はメディアが殺到し、通路まで溢れる盛況ぶりを見せた。2004年11月13日スロバキアの外務大臣によってアドリア・カランブーは世界中にスロバキアを代表する顔であるとスロバキア共和国の代表者の名誉称号を授与された。 2006年イギリスの男性誌 FHM のフランス5番で世界で最もセクシー女性ランキングの1位に選ばれた。2011年3月にクリスチャンとの離婚を発表した。現在はパリに在住しており、自分の名前のコスメティックブランドアドレアナカランブーを世界で展開している。ありがとうございます。